の名前はのべてん。そしてこの番組は君のラジオ放課後ペンギン放送局、ポプラ社の君とつながるエンタメノベル文庫君ノベルとラジオ局文化放送がコラボして、架空の街君の街にあるペンギン放送局から耳を通じてつながっていく君ノベルの公式番組です。わっちゃん、しょうくんの2人が楽しい情報をたくさん届けてくれるよ。今日も大人気の朗読コーナー、ミニノベルがあるって。さっきこっそり聞いちゃったんだ。僕も大好き、楽しみだね。さあ始まるよ。君のラジオ放課後ペンギン放送局、こんにちは。君のベルの公式番組君のラジオ、パーソナリティの渡田美咲です。同じくパーソナリティの藤沢翔です。はい、さてさて、はい、5月の8日は母の日だったね、うん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 、みんなはお母さんや家族とどんな時間を過ごしたかなっていうことなんですけれども、はい、翔くんは母の日といえばみたいな思い出とか、うん、でも実家がね、うん、まあ、近くはないから、うん、ちょっと今年はねちょっと多分帰れないかなって思うんだけど、うんうん、いつも一緒にいる時はお花、うん、カーネーションとか、カーネーションだよねやっぱり、あげた時とかもあったし、うん、あとはねお母さんが甘いものが好きだから、あ、甘いもの好きなんだ。そうだからケーキとか、うん、シュークリームとかを買って、うんうん、お母さんサンキューみたいな何今のちょっとさりげなくねちょっとカッコつけてる感じなのかなちょっと何もないんじゃないかなっていうねところからの、あ、サプライズ、そういいね、サプライズ。いつも感謝してるんだけどね、うんうんうん、そういうのね、たまに来ると多分お母さんとかね嬉しいよね嬉しいよ。そっかそっかそっか。あっちゃんはどうですか。私はね、うん、今年実はフラワーアレンジメントっていう、うん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 、体験みたいなのに行ってきて、小瓶15センチくらいの瓶にドライフラワーを自分でこう詰めて、そういう、そういうのがあるんだ。そう、体験に友達と行ったんだけど、その雑貨のねお花をお母さんにあげようかなっていうふうに思ってて、そうちょっとねまだ母の日が実は今撮っている時点ではまだ先なんだけど、うんうんうん、そうだねちょっとだけ先なんだけどね。でもこのこれ放送されている頃にはもうね、渡した後だと思うから、うん、喜んでもらえるといいなって思って。喜ぶよ、しかも手作りだからね。そう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 、ここまで本格的なのは初めてだったんじゃないかなと思って、今まで手作りお手伝い券みたいな。あ、でもあったな、うんうんうん、私みんなも渡してるかな、お手伝い券とか。なんかね、お掃除したりとか、あと、肩たたき券みたいな作ってた、わかるから。ね、わかるわかる。そううん、でもああいうのなんか全然使ってもらえなくて。そうなんだよね、ちょっと行くよね渡せんだけどね、お母さんってちょっともったいないから使わないみたいなこと言われるんだけど、そうなんかパソコンのところにテープでなんか貼ってあって、ね、早く使ってよみたいな確かにね、あげたんだったらね。そう、うん、全然使ってくれなくてさ、うんうん、なんか有効期限とかもつけてたの。つけてたの。使ってくれないからそれも過ぎちゃってもう使わないから、うんうん、有効期限消して伸ばして、うわ伸ばしてからって言って、優しい。うん、そうでも使わないっていう、うんうん、みんなのお母さんはどんな感じだったのかなってすごいそうだね、みんな気になる、どんなプレゼントとかしたのかな、一大イベントだから ねでね、はい、父の日もね、あ、来月、そうだそうそう、6月6月のちょっと真ん中くらい、19日とかだったかな、うんうん、あるからなんか大切にして過ごしていけたらいいなっていうふうに思います、ね、思いますね。ということでこんな2人がお届けする君のラジオ、最後までよろしくお願いします。はい、お願いします。君のラジオ放課後ペンギン放送局、続いてはこちらのコーナー、耳ノベル。今日は神秘的な感じですねはい、このコーナーでは君ノベルで今注目されている作品の美味しいところだけを私たちが朗読でお届けしちゃいます。はい、今日紹介する本はですね、ルーカス魔法塾池袋校3巻、天使の課外授業です。あ、はい、
5月16日に発売される青月海里さんのシリーズ最新作です。大好き。はい、まずはこれまでのおさらいをしていきましょう。お願いします。主人公は普通の中学1年生ソータ。塾を探していたところ、入塾料無料のチラシを発見、早速足を運んでみることにしたのですが、なんとその塾は池袋の雑居ビル街の一角にある魔法塾だった。最初は戸惑っていたソータだけど、同じ魔法塾に通うリク、レオを見て自分も魔法を使いたいと思うように。そこでソータの魔法を助けてくれるのはスライムのような正体不明の生き物、フニ太郎。動物使い、かっこテイマーの才能があったソータは、プニ太郎たちと一緒に魔法使いとして成長していくのでした。というのが2巻までのお話です。はい、ではですね、その3巻ではどんなことが待っているのかというと、池袋でソータが遊んでいると、突然空から白い髪の女の子が落ちてきました。そこでソータが習得したての浮遊の魔法で女の子を助けます。あまり人間の生活には慣れていなさそうなその女の子には名前がないというので、ソータはシロと名付けます。そしてそんなシロは空を飛ぶ能力があることをソータに打ち明けるのでした。ということで、これまであらすじ読んでみてどうですか？え、なんかさ、この魔法っていうの、やっぱり一回は憧れるじゃない、魔法大好きだもんね。そうかっこいいなって思うから、みんなもねちょっと気になってくるとは思うんだけど、だってさ、実際の池袋だよ、そうだよね、身近にあるじゃん私たち。そうね、今ね、本当になんか魔法使えるようになるのではみたいな。そうね、なんかワクワクがすごいよね。身近だからね。そう、ちょっとなんか僕たちにもちょっと縁があるんじゃないかなみたいなところを思って読めたよね。あとね、出てくるキャラクターとかプニ太郎も可愛いしね。そうね、プニ太郎がさ可愛いと思って、私もプニ太郎みたいなプニプニしたのをなんか持ち歩きたいな、なんかカバンに入れてね、ちょっと急いでる時とかになんかプニ太郎プニっとしたら足が速くなるみたいな、なんかそういうのやりたいなとかいろいろ考えちゃう思いながら読んでたと。今日はそんなルーカス魔法塾池袋校3巻の天使の課外授業から、シロが空を飛ぶ能力を伝えるシーンを切り取りたいと思います。やっぱり彼女は飛ぶ能力があるようだ。飛ぶ練習をするために魔法通りから出てここに？高い建物がある方がいいから。シロはサンシャイン60を見やる。地上60階建てのビルはいつ見ても圧巻だった。もしかしてあのてっぺんまで行きたいとか？そう。シロはコクンとうなずく。難易度高くない？かつてアジア1位だった高さだよ。シロ、前はもっと飛べた。でも飛ばないでいると飛べなくなる。引きこもっていると外で活動する体力がなくなるっていう感じか。でも魔法通りの周りのビルは飛び越えられたんだよね。飛行できない僕にとってそれだけでも大したものだと思うんだけど。フォローする僕にシロはプルプルと首を横に振った。あれはちょっと飛びながらよじ登っただけ。忍者だ。魔法通りの周りにある建物の屋根から屋根へと飛び移るシロを想像してしまう。じゃあこのビルは？とワールドインポートマートビルの屋上を見やる。するとシロはビル内を指さした。上に移動する扉があったから。エレベーターのことかな。エレベーターは人が乗ったカゴが上下に動く仕組みだけど、何も知らない人が乗ったら扉が閉まっているうちに目的地に瞬間移動したと思うかもしれない。やっぱりシロは僕たちの生活にあまりにも疎かった。
エレベーターは僕たちが乗ったカゴっていうものが上下するんだよ。扉の上や横に階数の表示があるからその通りに動くんだ。僕が簡単に説明すると、シロはキョトンとして首をかしげる。そんな彼女にプニ太郎がカバンからひょっこりと顔を出して、プニニニと補足説明をする。すると彼女はパッと目を丸くした。部屋の方が動く、すごい。僕的には瞬間移動できる方がすごいけどね。シロの基準は僕たちとはちょっと違うようだ。でも目をキラキラさせるシロを見ていると、そんなことどうでもよくなってしまう。乗っていく？僕が尋ねると、シロはコクコクとうなずいた。ルーカス魔法塾池袋校3巻天使の課外授業、いかがでしたか？いかがでしたでしょうか？はい、魔法が使える世界はやっぱりいいね。そうね、今回は私たちも世界に入らせていただき。そうだね、入れたねこれは。そう、いやシロかわいいよね。シロはねかわいいんですよ。なんかさ毎回さソータの周りにさ新しい仲間がこう、そうだね、出てくるじゃない。今回はシロかっていうね、女の子がね出てきたからどうなるのかなってワクワクしたけど。そう、あとねルーカス先生褒めるのすごい、あーそうね、そう上手っていうのが出てきて、確かに私も褒められて伸びる派だから。あ、わかるそれは。やっぱりなんか先生とかに褒められたことってさ、やっぱ忘れないっていうか、もっと頑張ろうみたいな気持ちになるよね。そう、落ち込まずにさ頑張ろうってなれるから、すごいなんかルーカス先生出てくるたびに和菓子も食べたくなるし。おはぎ。そう、おはぎとかおまんじゅうとか好きだからさ、いいなって思うし。でもなんかそんな風にふわふわしてたのがさ、第3巻になってからそんなふわふわしてらんねーみたいなことになったりするじゃない。やっぱソータくんもちょっと頑張んなきゃいけない場面とかは増えたかもしれないね。そう、スケールがどんどん大きくなってってるから、まだ3巻でねどんなことが起こるのかとかっていうのは、そうだね、言いたいけどまだみんなはね読めてないから、ちょっと楽しみにしててほしいなって。楽しみに、はい、今回紹介したルーカス魔法塾池袋校3巻天使の課外授業の詳しい情報は君ノベルのホームページに載っておりますので、皆さんぜひご覧ください、はい、そして気になるというみんなもぜひ1巻2巻一緒に最新巻であるこの3巻とねまとめてバババッと読んでみてほしいなと思います、はい、それでは以上耳ノベルのコーナーでした。君のラジオ放課後ペンギン放送局、君ノベルの公式番組君のラジオ放課後ペンギン放送局、いかがでしたか？いかがでしたか？今日は、耳ノベル、はい、やりましたね。楽しいね。ね、朗読はやっぱりね楽しいよ。読んですぐだったからね。そうだね。余計なんかワクワクがすごい出ちゃって、もう楽しみなんだけど。そうだね。また次はどんな耳ノベルで私たちは朗読ができるのかとか。そうだね、いろんな子をね演じさせてもらえたら楽しいな。楽しいね。実はですね、はい、君のラジオのね、配信画像が変わっていることに気づきましたか？そうなんですよ。そう、みんな今回からなんだけど、これねすごいね。そうそうそう、なんかさ君の街広いそう、このね明かりめっちゃキラキラしてるところがね、君の街全体なんだなって思ったらめっちゃ広いなって思って、このピョピョって飛んでくるこの可愛いキャラクター、何かわかる？え、何何？これ、宇宙生命体っていうらしいです。あ、宇宙生命体めっちゃ可愛いけど超可愛い、確保したい触ってみたい、めっちゃ可愛い。しかも星もさ、流れ星とかキラキラしてて、でこのガラス張りのガラス張り、ね、いいね。ここでさヤッホーってさみんなに手を振ったらさ、ね、気づいてくれる人とかもいるかもよ。確かに、もう君の街のね上空から見てるから。そう
だよ。みんなも上を向いて、うん、私たちの手振りに気づいたら手を振り返してほしいな。ちなみに振ってます。わー見えてるかな。ということで今回からねまた変わったところもあるから、これからもいろんな変化があるかもしれないので、うん、楽しみ、うん、そこを楽しみにみんなで楽しんでいきましょう。はい、はい、そしてですね最後に君ノベルからお知らせです。今日の耳ノベルで紹介したルーカス魔法塾池袋校3巻天使の課外授業の他に、5月は歴史ゴーストバスターズ3巻狐屋の秘密と危険な三角関係、映画おしり探偵シリアーティザ・ノベルの合計3冊が発売されます。本屋さんなどでぜひチェックしてみてください。はい、君のラジオではみんなからのお便りをお待ちしています。はい、メールアドレスは君のアットマーク joqr.net kimino アットマーク joqr.net です。君の街の君のラジオお便り用トピックスにコメントしてくれても OK です。ところで、はい、この回が配信されている5月11日は翔くんの誕生日なんだよね。のべべそうそう、翔くんお誕生日おめでとう。ありがとう。実はね、それだけじゃないんだよ、プレゼントがあるんだ。え、本当に？なんだろう、なになになに、マジでドキドキしてる。のべペンが、のべペンがよいしょよいしょ。のべペン何？のべペンなんだろう。え、大きい袋。あ、なになに、一人でできるかな、のべペン。え、すごい、顔が熱いです。いやー、なに、すごいでしょ。とっても大きな花束をね、めっちゃ綺麗な花束いいの？ありがとう。よいしょ、届いた。うわ、すげえ。ありがとう。ジョーくん、よかったね。ありがとう、かわいい。あ、ほんとだ、すごいかわいい。あ、めっちゃいい匂いする。ジョーくん、嬉しいね。ありがとう、のべペンとわっちゃん、ありがとうね。うん、じゃあジョーくん、今年は、はい、どんな1年にしたいですか、お誕生日迎えて。そうだな、うん、でもやっぱこうやって聞いてくれてるみんなが、うん、翔くんかっこいいなって思ってくれるような、うん、頑張ってるところをみんなに見せたいです。あ、いいですね、うん、いやこれからも翔くんのね活躍やもちろんこの君のラジオでもねそんな姿をみんなで見届けていきたいなと思っています。うわ、ありがとう。そしてね実は、うん、君の街のカフェアーダコーダでも、うん、ポップ友のみんなが翔くん生誕祭を企画してくれてるんだよ。すごいよね。本当にみんなそんな祝われていいの僕。嬉しいよね。すごい、ありがとう。じゃあね、その企画でみんなで盛り上げてくれてすごく嬉しいし、うんうん、なんかもしよかったら翔くんに対しての質問とか、うんうんうん、聞いてみたいこと、ぜひぜひ、そうとか、うん、なんか挑戦してほしいこととか翔くんと話したいこととか何でもいいので送ってくれたらみんな嬉しいなっていう風に思います。うわ、ありがとう、よろしく、うんうん、楽しみだね。めっちゃ楽しみ、ありがとうね。すごい、もう翔くんニッコニコだよ。よかったよかったね、のべペン、ありがとう、うん、はい、というわけで次回の配信は5月の18日水曜日、はい、夜6時頃です。1週間後にまたお会いしましょう。お会いしましょう。それでは君のラジオ今日はここまで、お相手は渡田美咲と藤沢翔でした。はい、ありがとう。またね、またね、おめでとう、ありがとう。わっちゃん、翔くん、お疲れ様。そして翔くん、お誕生日おめでとう。みんなでお祝いできてよかったな。ルーカス魔法塾、僕も通いたいな。みんなも、君ノベルのお話がたくさん聞ける君のラジオ、一緒に楽しんでいこうね。それじゃあ僕もそろそろバイバイ。君のラジオ放課後ペンギン放送局。